こんにちは、体の枝10万円勝負です。今日は2023年の8月29日を4時間ほど過ぎてますけど、見ていきたいと思います。現在の枝コインの値段は 40.05 ということで、久々に40円台に戻りましたね。はい、ここを見ていただいても分かると思うんですけど、下からこう突き上げてきたという感じで見て取れますね。はい、でチャートの方を見ますと、こんな感じかな。はい、1時間で、こちら23日ですね、ここでガーンと飛び上がっています。このチャートで見るとだいたい 38.5 円あたりから、40.7 円、41円の手前までひげは行ってますけど、はい、だいぶ上がりましたね。3円近く上がったということでしょうか。あ、2円か、2円ですね。はい、2円上がったということです。日足ですとまだこんな感じでね、ほんの1週間10日前ぐらいですか、8月11日に大きく下げたのをやっとね、取り戻したかなというところなので、その前のこの、ね、サポートラインあたりに見えてるところ、ここにはまだまだ上がらないですね。それでも42円とか43円ですから、はい、まだ先は遠いなという感じです。はい、軒並み上がってますね。まあ、特にビットコインが 6.6% ということで、400万円をね、回復しているというところで、はい、なんかやっと普通の金額に戻ったなという感じがします。はい、ツイッターの方見ていきますけど、アンゴローさん、グレースケールが SEC に勝訴して、ビットコインが2万7000ドルまで急騰。グレースケールはアメリカの投資信託運用会社。2022年6月に SEC がグレースケールのビットコイン現物 ETF 転換申請を却下し、グレースケールは提訴しましたと。はい、いろんな方が取り上げています。ビットタイムス、グレースケールビットコイン ETF に関する裁判で、米 SEC に勝訴。市場仮想通貨の価格も急騰と。はい、記事を見ていきます。グレースケールビットコイン ETF に関する裁判で米 SEC に勝訴ということで、これも日が明けて1時9分だからまだ出て3時間ぐらいのニュースですかね。はい、ビットコイン ETF 転換に関する申請却下を無効化。グレースケールのビットコイン ETF 転換に関する裁判でグレースケールは米証券取引委員会 SEC に勝訴したことが明らかになりました。グレースケールは同社が提供するグレースケールビットコイントラストを現物ビットコイン ETF に切り替えるための申請を行っていましたが、米 SEC はこの申請を却下したため、グレースケールは SEC は先物 ETF と現物 ETF を恣意的に異なる基準で扱っているとして訴訟を起こしていました。この訴訟の結果には以前から注目が集まっていましたが、2023年8月29日には米高訴裁判所の判事がグレースケールの審査請求を認め、SEC の申請却下を無効化するように命じたということが報告されています。はい、こちらがまあその証拠っていうんですかね。はい、そのようになっています。はい、今回の判決の理由としては、米 SEC がビットコインの先物 ETP の上場を承認した一方で、グレースケールが提案したビットコイン ETF の上場を承認しなかった理由について、適切な説明を行わなかったことが挙げられており、申請拒否を見直す必要があることの判決が下されています。ビットコインなど主要通貨の価格が急騰。今回の判決は、現物ビットコイン ETF の上場を主張するものではないものの、仮想通貨業界では米国初の現物ビットコイン ETF 誕生に向けて一歩前進したと期待が高まっており、一連の報道後にはビットコインを含む多くの仮想通貨で価格が急騰していますということで、まあ、これがこういう判決が出たから現物ビットコインの ETF の上場が補助されるものではないということですね。ちょっとこの辺が難しいですけど、なんか、まあ、なんだろう、申請を却下という形なので、まだそこまでいかないということですかね。はい、ということで、久々に気持ちこうね、ガーンと上がっている絵が見ることができましたね。はい、で一方、金ですね。金、初の1万円台、円安3,013重要でということで、こちらですね、もうだいぶ、確か5年前が5000円ぐらいだったというのに対して、1万円上がったというような声もありました。1万円に上がったということですね。倍です。はい、体の財団からですね、詳細について以下をご覧ください。タイの難民キャンプにおけるデジタル ID ソリューション、長期契約のためのステークプール、インドにおけるミリオンミールプログラムと。はい、最近のグレガードさんの講演がね、いろいろツイートされたり、動画で出てたりしますけど、まあ、それじゃないですかね。ちょっとそれが、どこの
での言葉かっていうのは書いてないですけど、ちょっと見ていきたいと思います。難民危機は私たちの時代の最大の人道的問題の一つであり、信頼できる身分証明書の欠如、限られた事前資金メカニズム、および新しいテクノロジーをタイムリーに受け入れることができないインフラストラクチャーによって、私たちの行動能力は複雑になっています。世界銀行によると、世界中で850億、これちょっと違いますね。多分翻訳で間違えたと思いますけど、公式 ID を持たないままです。私たちは難民など社会で最も脆弱なグループに不釣り合いに影響を与えることを知っています。報告によると、シリア難民の、何パーセントですかね、受け入れ国に入国する際に国民 ID カードを持っていなかったため、居住書類の取得がより困難になっています。この文書にアクセスできない難民は、重要な社会サービス、法的保護、および経済的機会を得る上で、克服できない追加の課題に直面しています。多くの場合、不法滞在の難民は、目に見えず、声も出せないだけでなく、受け入れコミュニティで無力のままにされ、彼らの存在を証明したり、最も基本的な人権にアクセスしたりすることはできませんということで、まあ、最近、日本でもね、本当に難民なのか、まあ、不法入国なのか、ちょっとわからないですけど、そういう人たちがね、だいぶ目立ってるみたいですよね。はい、難民評議会によると、最近の報告によると、英国は当局が年齢を確認できないため、何百人もの子供難民を成人の拘置所に送っています。適切な文書の欠如により、意思決定者は主観評、年齢評価など信頼性の低い方法に駆り立てられました。スイスが最近、個人の国籍や旅程を確定する他の方法がない場合に、国境警備隊警察が、非後、希望者のスマートフォンで確認できるデジタルデータの種類を決定するための協議を終了しました。24年に受理される51万件の非後申請は、64年に受理されたものよりも 2% 増加したことを表しており、この提案された移民法の更新は、これまで以上に多くの避難を求める人々の処理において不可欠であることが証明される可能性があります。またスイスと同様に、2022年に EU 加盟国の申請が前年と比較して約 50% 劇的に増加したことを考えると、その必要性がさらに深刻になりますということですね。ちょっともうちょっと見ていきます。ブロックチェーンがどのように役立つか。ブロックチェーンベースのソリューションは、世界的 ID 危機や難民が直面する他の多くの問題に取り組むのに役立ちます。ブロックチェーンはデータを安全に保存及び裏付けることができる普遍で分散型の透過的な元帳を提供します。デジタル ID に適用する場合でも、資金調達業務の合理化に適用する場合でも、物理的なドキュメントが失われた場合でも、永続的で普遍的に検証可能な記録を作成できます。それだけでなく、安全なデジタル ID を導入することで、難民は医療、教育、金融サービスなどの重要なサービスに簡単にアクセスできます。さらに、普遍的に認められたデジタル ID は、亡命と第三国定住の申請に関連する法的及び官僚的なプロセスを促進することができます。この画期的なアプローチは、難民がホストコミュニティに迅速に積極的に参加できるようにし、尊厳と回復力を持って生活を再建できるようにします。タイとインドが道を示す。国際救助委員会とアイレスポンドが主導するこのプロジェクトは、タイの難民キャンプで強制的に避難させられた人々のためのデジタル ID を開発し、この技術の可能性を浮き彫りにしています。不十分な食料配給と限られた長期的な見通しにより難民が去ることを望んでいます。彼らの半数は無国籍で身分証明書を持っていないだけでなく、多くのキャンプを出た後、医療記録にアクセスする手段のない、慢性疾患を患っています。このパイロットプロジェクトは、難民医療の改善、資格のポータビリティの提供、3万5000人の強制避難民の雇用確保を支援することを目的としていますと。インドでは低所得帯の子どもたちに食事を提供するミリオンミールズプロジェクトが、ブロックチェーン技術を使用して、子どもや学校から受け取る情報の合理化と制度の向上を開始しました。このイニシアチブは、業務を後押ししながら効率を高めただけでなく、提供される食事の数を増やしながら、品質基準が満たされることを保証しました。ということで、まあ、この2つ、タイとインドの事例っていうのはちょっと私知らなかったので、はい、よかったなと思いますけども、これがどんどん広まってくればいいですね。はい、で、慈善団体のためのブロックチェーンヘルプということで、あとはこの、国連ですね、の取り組み、はい、などが出ております。はい、でもこう読んでいくと、チャールさんの、そのテッドトークの話がね、だいぶ現実に近づいてきた感じがしますよね。はい、ID を持たない人にも出せるとか、通帳をね、
口座を持たない人に持たせるとか、はい、あとその難民ですね、ディアスポラっていうとか言ってたような気がしますけど、はい、そこら辺の、人たちを助けるということで、だいぶ本当に現実化してきたなという感じがいたします。はい、話変わりまして、コーヒーさん、チャールズさんらのグループが史上初の太陽系外天体の回収に関する論文を発表する予定で、現在審査、査読待ちとのこと、以前船でサルベージしていたものですね、カルダノとは無関係ですが、これはこれで結果が楽しみですということで、船で、海の深いところから持ってきたというかね、あの落ちた隕石に触れてきたやつの話でしょうかね、はい、これも楽しみです。はい、では値段に戻りまして 40.13 ですね、はい、14,012.9×40.13 で元本が10万円ですので、計算しますと46万2338円のプラスということになりまして、はい、462.3% のプラスということになりました。今日もご視聴いただきましてありがとうございます。失礼いたします。